はい、こんにちは。こんにちは、ふがぴーです。です。さあ、今日はシューズに関してなんです。シューズですか。はい。自転車乗るときどんなシューズ履いてますか。僕ですか。はい。僕はもうビンディング一択。ビンディングで SL じゃない。SL。SPD。SPD。ただの SPD。SPD。この金具の方ですね。どっちですね。まあ、今も履いてる。もう常時履いてます、ね。常時履いてる。ビンディングじゃないことがないです。まあそれあの普段の生活自転車関係なくてもビンディング。ビンディングはブロンプトンもビンディングですか。ブロンプトンもビンディング。ペイントのする時もビンディング。ペイントする時は別なもん。安い。ただ一時僕はこれしか持ってなかった時期があります。あ、靴として。日常の履物としてビンディングしかない。それぐらいもビンディング。それしか考えられない。なるほど。まあ、そもそもビンディングってあの自転車に乗るときにこうペダルと靴を一体化カチャッとさせて、はい、まあ、あの踏む効率をどんどんこう上げていこうという自転車専用のシューズなんですけども、まあ、これについてですね今回はお話ししていこうかなと、はい、お二人で、はい、二人で雑談形式で雑談、はい、で長いっすよ。長いっす。大丈夫ですか。耐えれるかな。まあざっくり分けるとこっちとこっちに分かれると思います。まあ、シマノでいきます。SPD タイプと SPDSL タイプという形ですね。で、SPD タイプは主にこの金属の金具がこう真ん中にちっちゃいのがついて歩けるような仕様になっていると。で、SL の方は大きなプラスチックがついている、タイプで、まあ、主にロード用ですね。自転車で歩くことはあんまり想定してないよという感じです。で、これのまあ使ってて気づいた点、メリットデメリットみたいなのをちょっとまとめていこうかなというところですね。なるほどです。僕はあの圧倒的にこっちなんですよ。 SPD 派なんですよ。 SPD 派。ロードベースの SPD です。なんでですか。まあ僕歩く機会結構多いんで。え、どんな時ですか。まあロード遠出したとしても、はい、まあ、ちょっと気になる、まあ、シルバートとかあったりしたらそこに自転車止めて山に入るわけです。なるほど。ロードバイクでもその時もう SL じゃ無理。ああ、なるほどな。でももういろいろ道中ちょっと止まって気になったらチャッて行ってみたいな、そういう走り方するんでも圧倒的にこっち。散策ありき。散策あり。なるほど。 SPDSL の方でやったらちなみにどうなるんですか。 SL の方であんまりやったことない。やらないっす。結構あのソールとかこれ この辺とか傷つくんで、それに対応してあるんですよ。あ、そうやね。されてないんですよ。まあ、まあ、これはまだちょっとされてる方ですけど。いや、まあでもこれされてないと思いますよ。これなんかもうカーボン直もう耐久力があれなんでこれしか考えられないです。なるほどね。まあ一応オフロード系の想定なんで、はいはい、そういう地面がそもそもデコボコの土の上とかやったらまあこっちと。もう岩の上歩きますから。岩の上、うん、これじゃないと。なるほどな。ちなみに、はい、あの僕どっちも使うんですけど最近こっちが多いんですよ。そうですそうです。最近それは最近 SL が多いんですけど、あの、まあ、理由がやっぱりロードバイクに乗り始めたっていうので、はいはい、あの歩く機会がちょっと減ったんですよ。なるほど。歩くのは歩くんですけど、あの短距離、超短距離、駅の、まあ、臨行の時とかにちょっと乗る、電車に乗るとかですね、カフェにちょっとだけ入るとかそれぐらいなんで、散策はまあまあほとんどしない。だから自転車の上に常に乗っているような、ほとんど降りないので、まあ、こっちのタイプを選んで使ってるという感じですね。なるほどです。で、さっきの散策、僕も好きなんでこれで行ったんですけど、やっぱり辛いでしょうね。辛い。何が辛いかというと、まず滑ります。そうなんですよ。滑る。こっちはこの何滑り止めというか、まあ、歩く機構になってるんで、まあ、普通の靴よりは滑りやすいですけど、滑りやすい。あの全然こっちよりはいける、うんうん、いける。で、あとこのクリートがカチッとこうくっつくところに泥が挟まるんですよね。はいはいはい。まあそもそもそんな設計してないんであれですけど、なんで泥が挟まると入らない、ビンディングが。いや、僕のももう泥挟まってますからね。泥っていうかもうないやんこれ。これもあれっすよ、あの SL の、まあ、
デメリットというか、あクリートの消耗が早い。クリート、そう、なるほどな。まあこっちはそもそも歩くところが別にあるからね、はいはい、こっちはクリート直で削っていくの。直で削って、正直これ消耗して変えたことがないっす。マジで、はい、すごいなそれ。これ全然消耗しないっす、まあ、何足か持ってるっていうのはあるんですけど、この全然これクリートを変えるっていう経験があんまりないですね。すごい、シマノのやつは、グランクブラザーズはありますけど、あシマノのやつは強いです。あ、なるほどな、すごいですね、はい、なるほど。まあ、ただまあ、こっちのデメリットじゃ言いましょうか。なんかあるんですか。歩いた時に石ころをコリコリってこう削らへん。もう削りますけど。だから例えばお店に入った時に地面に直に当たると、まあ、金属をこう地面に当てるわけじゃないですか。はいはい、なんかこう綺麗にこう掃除した大理石みたいなとこを歩こうとした時に気を使う。それはあるっす。それはあるっすけど、綺麗なとこだったらほぼほぼ当たらんっす、これ。あ、まあここすり減ってきてたらあれっすけど、あそのシューズの状態によるか。状態によるっすけど、綺麗なとこだったらまず当たらんっすよ。ああ、なるほど。俺のやつはちょっとすり減ってた。いや、そのもうダメっすよ。それ何年使ってんの。もう結構ですよ、これ。もう言ったら、7、8年もっと使ってます。7年ぐらいかな。7年っていうか、俺これ2足あるけんね、同じやつ。いやー、新しいの買った方がいいでしょ。まあそろそろ買わなきゃいけんだけどね。いや、もう重さが多分全然違うっすよね。いや、まあ重いよ。重い。でもね、潰れんのよ、これ。もうそのまま使っちゃってるんやけど、そろそろですよ。まあ、強度面もあれですよね、 SL より強いです。ああ、それはあるね、うん、軽さが全然違う。これだってお前フラグシップやん。フラグシップのもう一番ええやつや。一番ええやつ、いや、ペラペラ。超軽量。ちょっと日常使いには怖いっす。これ日常使いにしたらするやつじゃないっす。あんまりSP、さすがや、日常使い、はい、これちなみにこれは、はい、まあ、これに比べると、タキちゃんのに比べるとまだお買い求めしやすいやつですよ。おいくら万円ですか。まあ、2万円以下です。あで、まあ、マジックテープですね。一番こうシンプルな、こう昔からこう使われている仕様ですよ。これなかなか最近使い始めたんですけど、いいですよね。でもなんかビンディングシューズで気になるポイントって、はい、まあ、歩くときとかもそうかもしれないですけど、はい、乗ってるときどうなのかじゃないですか。ああ、なるほどね。こうロングライドしてて、はいはい、どっちがいいんやみたいな。僕はもう SL かな。SL、まあでもまあそうなんですかね。SL。いや、僕全然 SPD でいいですよ。ほんまですか。なんで SL がいいんですか。なんで、ちなみに300キロ走ったとき、こっちやったんですよ。はいはい。で最近100キロとか150キロ走るのはこっちなんですけど、まあ、比べるとこっちはですね、やっぱりペダルがちっちゃいんで、はいはい、点に乗ってる感じがするんですよね。なるほどなるほど、しますね。でこっちはペダルが大きいんですよ。だから面に乗ってる感じ、はいはいはい、なのでカチッとくっつくのはどっちも一緒なんですけど、こう踏み込んだ時のこう足の安定具合というか、こう力が入ってくる点、まあ、ソールが硬いんで感じにくいのはあるんですけど、面点っていう感じです。まあ、ちょっと疲労感に変わってくるんですか。うん、変わってくるんかな。まあでもなんか感覚的に、はい、そんな感じはしますね。はいはい、で、こっちのちょっとじゃあもうダメですよこれ。いやいや、これもあかんねんって。これもだって結構来てるもん。結構だってもうボロボロになってきてるからね。びっくりしましたよ。そうなんですよ、はい、何やったっけ。ちょっとね、ちょっといらんちょっと挟んちゃった。何やったっけ。ロングライド、そう、こっちが面でこっちが点なんですよ、はい、でそう、これ副作用的にいいところがあるんですよ、この SPD-SL、はい、ペダルの面が広いんで、ビンディング履かないとき、シューズ、普通のシューズとか普通のサンダルで漕ぎやすいっていうメリットがあります。実はこの
シューズ側ではなくて普通に普段使いの時にあの SL のタイプは踏みやすい。まあ多少それはあるやろ。多少あるけどあの正直だってそんなことするのってちょろっとコンビニ行こうかなと家の近くに。まあまあまあ そんなんじゃないですか。全然 SPD も行けますからああそんぐらい我慢できます。そんなしょうもないメリットないですよ。今日厳しいですよ。なるほど。じゃ あの SPD のなんか他いいとこないですか。いいところですか。普通に使えるそういうこと。まあ全然僕全然あれなんですよね。なんか遜色なく使えてしまってるんで、ああああそれ点だろうが面だろうがあんまりどっちでもいい。全然あんま関係ない。関係なく正直あのトレーニングにも使ってるんですけど、ロードバイクの、うんうん、ちょっと遅くなるかな、0.1 キロとかかなみたいな、うんうん、そんなレベルなんで攻めるんじゃなかったらこれ一択だなっていう。じゃ あのさっきの SL はいつ使うんですか。ガチで攻めるとき。そのガチのこの境目はどこなんですか。いやもうやっぱレースとかそういう時ですかね。レースもう練習会もあのある意味レースな状態なんで、ね、そういう時にガチでやる時に使うのかな。今日は記録を出そうかなっていう時。そうですね、記録出す時。ただやっぱり難点一つ挙げるのは重さ。あまあそこはあのまあ、ね、まあ、いや結構違うんですよね。いやちゃうね、この靴底のこの、ね、歩く部分だい 100g とか違ったりするじゃないですか。いや違うと思うよこれ。だってこれはめちゃくちゃ重いっす。僕も使ってたんで分かるんですけど、だい 100g、 たかが 100g かもしれないですけど、ロングライドしていくと何度も上下運動するじゃないですか、うん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 、これ何万回何万回と。まあね、そんなレベルで、まあ、ケーデンス、うん、80とかで回してても ずっと回してこう上下運動、うん、これの負荷は多少あるんじゃないかなって気しますね。まあ、多少あるやろ、ね、そう蓄積そういうの考えるとSL の方が良かったりもするんじゃないかなって気もしますが、うんうん、が僕ぐらいだったらそれその程度。ただまあまあ確かにデメリットはあるんだと思うんですよね、うんうんうん、重さの面で考えると。でもそこぐらいなんかちょっと体力作れば帰りかにあの考えなくていいかなってぐらいのあれな感じしますね。なるほど。とにかくもう SL 使う理由があんまり分かんないです。SL いいけどな、あの地面にも、はい、地面にも優しいし。そんな優しくない。あのロードに乗って例えばジャージで歩かないってなったら歩く機能いらんやん。そのいらんすいらんす。だからそもそもこの自転車に朝家出て乗って散策せずに綺麗な景色を走って帰ってくるんやったら余計な部分がいっぱいついてるやつよりもそれに合わせてピシャッとこう決まる方が見えちゃうかな。間違いないですよ、ね、間違いないです。それは間違ったこと言ってないです。ただこう散策なしで行けますか。いつも通り の練習コースとかだったらああもういいか練習だから割り切れます、うん、なるね。ちょっと気持ちいいロングライドしたい、あ散策したいじゃないですか。散策ね。それ難しいところです、ね、非常にあのこっちじゃないですか。あのね俺も散策好きな人やから、ね、いやただね、最近はこれで行くようになってるんよね。っていうのがスタンプラリーっていうのを最近やってるんよ。やってますね、お好み焼きの中のお好み焼きの、デジタルスタンプラリーっていうやつ、はい、でそれは、まあ、目的地をこう回るんやけど、はい、あの綺麗にこう計画して回るんよね、はいはい、あのちゃんと回れるように、まあ、結構距離もありますし、そうちょっと最短 で, 最短で効率よくやろうとしてますよね。パッ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 って回らないと、まあ、限られた時間でいろんなとこ行けないんです、はいはい、ってなったらそもそもそこに行くのが散策みたいなもんなんで。なるほど。あの寄り道をそんなにせずに、まあそまあ、いわゆるこう全部が寄り道みたいなもんなんで効率的に行こうとしたらこっちになるかな。あまあほぼオンロードですけど、オフロードがちょっと入ってきたらこっちになるかもしれないですけどね。山の上とかなったらこれは厳しい。あのトレイルとかですね。
まあ、トレイルで歩きたくはないですよね。トレイルではあるかい。でも僕例えばグラベルがあるレースで走るってなったら、はい、SL 使うと思うんです。なんで歩かない。歩かない。あオフロードも歩かない。なるほどね。やっぱ勝とうと思ったら SL です、うん、それあのすごい難しい境目じゃない。だってグラベルロードに、はいはい、例えばつけるペダルやったらどっちにしろ。グラベルロードにつけるペダル状態によりますけど、だってレースするんなら SL です、うん、レースするなら SL、はい、レースしないなら SPD、うん、SPD。なるほど。でもレースってグラベルレースってほぼないやん。ほぼないんで、いつか行ったらいつか行きたいですけど。なるほどな。そこがね難しいところだね。ちょっとあのやっぱ適材適所っていうあの答えになってしまうところはあるんですけど、うんうんうん、ただなるっすね。正直どちらか一つって言われたら、うんうん、SPD じゃないですか。SL か SPD 人生において一つしか選べないですよ。なるほど。今日勝ちに来てますから僕は。SPD し SL か選べない。あどっちか。どっちか。難しいねこれ。超簡単じゃないですか。こっちしか考えられないぞ。普通の靴があれば歩けるんですよ。でフラットペダルやったら普通に降りたら普通に歩きやすいじゃないですか。で持っていくと靴を。でこっちやったらそもそも歩くことを想定してないんですよ、はいはい、だこっちやったら歩くことを想定してるじゃないですか。ある程度想定しますね。そしたら、普段の靴に近いのはこっちと、はい、でも自転車に乗る特別な時間を過ごしたいっていう場合は、普段のところはちょっと置いておいて特別な方を選ぶかな。本心ですか。だから散策の時は、まあ、SPD もいいんやけど靴履き替えてやろうと。靴履き替えるか、まあ、フラペで行くこともできるから。なんかあれですね。なんかどうなんやろ。ちょっとずるい感じしますね。まああのいけるんですけどね。どっちもどっちもいける。どっちもいけるんですけどね。サイクリングのモチベーションに関わってくる。ああ、それはあるかもしれんね。まあ、言うて変わらないですもん。まあね、僕乗ったら何でもできる。こっち何でもできないんですよ。でもそれだけ軽量だったり固定力が強かったり 面で支えてくれるように、まあ、労働に特化してるんで、その特化してるのは一遍味わってもいいかなと思うんですけどね。固定力は本当に SL ですね。あ、まあそうだね。こっちの何というか安定感みたいな、うんうんうん、こっちちょっといい、ちょっと動く、うんうん、動くそういうのあるんで、まあ、しっかり体で支えてやれば問題ないんですけど、まあね、まあ、トレイル行ったら僕こっちやな。間違いなくマウンテンバイク系やったらこっちやな。マウンテンバイクこっちですね。ああ、なるほどな、はい、まあ、そんなところ。そんなところですか。何のこれ答えが出るんかね。答え、まあ、あれっすよ。タケちゃんは SPD、まあ、正直これは人それぞれ答えがあるもんですね。ああ、ただなんか勝手に思ってることなんですけど、うん、みんなロードバイク買って SL 使うじゃないですか。あ、果たしてそれが正解なのかっていうのはずっと大きいもんです、ね、僕もあの昔は何も考えずに SL を買いましたけど、うんうん、ロードバイクはこっちだと、うん、果たしてそうなのか。僕だってもうこれでロードバイクずっと持ってますので。あ、なるね。ちょっとそこはあの皆さんご一考いただきたいな。ご一考な。本当にそれでいいのかと。まあ逆はないわそれ。逆はないマウンテンバイク買ってこっちの SPD を買うと、はい、本当にこれでいいのか、こっちの方がいいんじゃないかとはならん。ならんそれはそれははっきり、はい、僕もあの同じ意見ですわ。こっちにマウンテンバイクこれつけようとはならんな。いや、なんでもちょっと皆さん一回考えてもらって、ちょっと立ち止まる、うん、僕の端にどっちが合ってるのと、うん、今まで、まあグランピはこっちが多かったですね。結構多かったんですけど、あの、まあ、ロードバイク、取り扱い始めて増えてきて、まあ、徐々にですねこっちを選ぶ人も増えてきてる。増えてきてますね。まあロードオンロードがまあ中心やったらこっちかな、まあ、散策好きのちょっとわんぱくわんぱくなんで
ただスポーツ、スポーツ、ガチスポーツ、間違いない、間違いないです。なあ、まあな。あのウェットスーツみたいなもんね。まあ、そこまでじゃないですけどね。まあ、そんなとこですかね。ちょっとまあ最後に最大のデメリット。最大のデメリット。SL の。SL のはい。ラーメン屋さんとかすき家でめっちゃ滑る。滑る。それはさ。ラーメン屋さんとすき家めっちゃ滑るです。こうなる。盛大にこけた記憶があります。そこ最大のデメリット。そんな時は こいつでも滑るやろ。これでも滑るけど、僕もこれで思いっきり滑ったぞ。まあこっちの方が滑りやすいのあるね。いやびっくりしますよ。超特殊な環境やね。皆さんぜひ行ってほしいっすね。ちょっとあの脂身が多い油分が多いラーメン屋さんとか牛丼屋さん、まあもうスケートリンクかっていうぐらい滑るっすそれは経験あるわ。経験ありますけど、こけはせんかったけど、うん、あの初めてアイススケート場に立った時のような感じになったわ。もうタップダンス踊りますそれは最大の大人数です。もう機会が少ないですね、だいぶ。そこはありますかね。ちなみにね、これね、歩く時にね、こう前面でこうやってこう歩くようにしたら滑らん。あー、まあ雪国のテクニックもそうですね。あ、もうそんな感じですね。なるほどなるほど。感じきのちょっと普通に歩いちゃダメですね、はい。そんなこんな感じで、はいはい、ということで今回はですね、あのビンディングシューズ、SPD タイプと SPD SL タイプについて、まあ、それぞれのメリットとか、デメリットとかを使った、実情をですね、ちょっとお話ししてみました。ぜひですね、自転車乗るなら1回は使ってほしいですね。一つ言い忘れてることがありました。超大事なことですね、はい、お店で各サイズ試着できます。ジロですね。ジロ、カデットというモデルなんですけど、あのビンディングシューズってやっぱり普通のシューズと違って周りがちょっと固めに作ってるシューズなんで、うん、フィット感っていうのが重要です。で、長時間乗る、自転車の上でってなると、やっぱりこうピシャッと合ってる、自分の足に合ってるものを選ぶのが一番いいので、ぜひ店頭に来て試着してみてください。でもどっちも買うべきですね。あ、まあそうだね。両方買って、どっちもいるっすわ結局。まあロードバイク、まあそうやね、もうロードバイクやがっつり行くんやったらこっちで、あのゆったり行くんやったらこっちって感じかな。全然僕ゆったりしてないんですけどね。うん。まあ特殊な例もあります。ゆったりからガチもこなせますよ。まさに。でもあの確実に買えるよね、自転車は。買えますね。あの乗り心地を変える部分でもあるんで。はいはいはい。なんかなんか奥が深い部分ですよこれは。まあ、シューズとジャージは一回試してほしいですね。やっぱりこう専用品としてる人で自転車に出てる。間違いです。間違いです。ぜひということで、まあ、経験豊富な僕ちょっとお店にいないんであれですけど、池田さんとかが教えてくれると思うんで、ぜひよろしくお願いします。はい。ではでは今日はこれで終わります。はい、どうもありがとうございました。